今回はスパイファミリーコラボのこのキャラアーニャアルファを使っていきます。で、性能に関しては重力、魔法陣、超ワープ、超減速、殴りの超ワープと速度の超減速で結構バランス良さげね。で、あとは耐性 M 無属性のやつもらってるのと超レザスと M もらってるの、これ結構私気に入ってる。耐性 M は多分夜さんから引き継いできたのかな。で、もともとアーニャは通常の方からサポート特化の SS だったんですけど、こっちも状態上回復、魔法陣リセット、あとは触れた味方が無敵状態で、これが結構でかいね。ヒットした敵の弱点倍率アップ、普通にアップって書かれてる場合は 1.5 倍が相場なんですけど、最近ギルティが同じような書き方で1段階目2倍、2段階目2倍っていうパターンがあったんで、ワンチャンアーニャも接待キャラだから2倍になってねえかなと思ってる。で、あと友情コンボはちょっと悪くなったね。バウンドチャージそのままだけど、乱回復弾よりもやっぱユースピアップの方がまあ嬉しい場面は多いかな。で、まずはこの未開の大地拠点48だね。そんなに難しいクエストじゃないんですけど、私普段ここでね、イタドリ入れてるんですよ、ワンパン役で。ただクエストがあまりにも簡単すぎてサクサク進みすぎて SS 全然たまらないっていうデメリットを常に持ちながら戦い続けてる。だからちょっとここでアーニャを編成することでスピードアップとかを、この何スピードアップじゃないや、この SS のたまる速度をすげえ底上げして、なんかパパッと SS 貯めてもボス1ワンパンみたいなことできないかなって思ってる。6ステージしかないから20ターンの SS 超重いんですよね。だからここでバウンドチャージを誘発して縦噛んで殴っていって削っていく。だ、本当にこんな感じ。アーニャなんて、まあ、正直殴り火力そんなに強いキャラじゃないんで、そんなキャラでもこれぐらい削れるから、キラー持ちのキャラとかをね編成してるともうねサックサクで進んでいくだからそういうところでちょっとこれボス1ワンパンのサポート役として使えねえかなってことで、もしかしたら今後ここでは使うかもしれないね。あとはとりあえず触れたら激種変化っていうこの仕様しかないんで、はい、まあ、適当に暴れていって友情コンボ出す。一応ギミックとしてはまあそんな大したもんじゃないけど、鬼倒したら白バカ作らうで、天使倒したら回復するっていう、そんだけだねただこれあれだな、めちゃめちゃ簡単だな。はい、でボスの削りもめちゃめちゃちょろいんで、ほらこんな感じでただの板取りがこんなに殴って終わるんで、もう本当にサックサク進む。普段私この枠全部ガビ丸でやってるんですけど、そうするとね本当に進むの早いのよ。まあ、適当にこれもだからバレて、これ倒したらもうボス戦スタートだからいや全然たまらん。やっぱでも超レガスターあるおかげでマジでここは食らわないね。一応アーニャのポテンシャル、もともとのアーニャもその刺さるところはなかったけど持ってるポテンシャル高いからちょこちょこ使われることっていうのあったんですけど、ほいほいほい適当に倒して、はい OK よし、もうこれで1段階目溜まりそうだし、もう次回ってきたら、いけそうだな、これ。あとは次がアーニャがそこで縦貫するマス。よし、OK。で、あとは下倒して、ボス前入って、あとは一巡回したら、イタドリ2段階目の SS、ボンつってバンつって終わりかな。あとはこれ横貫で、はい。大賢者すらもこれ必要なさそうやね。すげえいいな、そうすると。楽そう。これ多分普通にやるよりも早いんじゃね？やっぱ、バウンドチャージ3体編成は SS の速度がマジで半端ないな、これ。変にこれセッター早めると良くないかな、そうすると。はい。まあ、適当に、バウンドチャージ、バウンドチャージ、バウンドチャージ。はい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 。で、あとは、次回ってきたら終わりだから、いやー、これにやっぱスピードアップあったらもっと良かったな、そうすると。まあ、これ適当に短縮入れて、はい。で、適当に暴れ回ってって、あとは、イタドリが、あ、でもこれちょっとあれだな。SS が溜まるか微妙い。うわ、超レザスと助かる。で、ゲージ切ったら確かアーニャ減速壁切れるよね。よし、これ。だから減速壁切る。切ります。はい。で、これ好きで、はい。で、接待好き。オッケー！ 2 段階目の SS 溜まりました。だからもうこれ大剣じゃなくてもサクッと溜まるから、イタドリがこれ重心化回も、ほら、第2弾やってきたらできそうなんで、そこ含めていけそうよね。はい。国勢、よけ！はい、パスーンと。いやいや、これいいな。即必殺とか何もつけてないイタドリ、大賢者もなしで、4ステージ目で速攻溜まってるから、やっぱバンド
ーチャージはマジで、いや、偉大だね。そしたら、モンストニュースの時にも言ってた、天魔さん。ここでね、ちょっと試していきたい。地雷も、ダメオも、何も持ってないんですけど、無敵化持ってるからさ、そこでのダメージをね、このキャラ無効化できそうなんですよね。だから SS さえ溜まってしまえば、もう実質、ギミック対応キャラと同じみたいな。いや、そういう理論で、いけんじゃね。あ。あ。ば。バグもらってなぁだ、ダメだーこれ。そしたら、この無敵ループは、プレデビオルで。試していこうかなと思います。本来ここ、ダメージウォールが出てくるから、まあダメージウォール持ってないアーニャは死んじゃうんですけど、多分この無敵化をうまいこと駆使できれば、戦えんじゃねえのかなみたいな。まあそういう感じで、ちょっとやっていこうと思います。で、ちょっとこれ序盤、SS の発動しないと 100% 死ぬんで、ちょっとここはお許しください。SS が、ちゃんと使えるようになったら、ちょっと、あ、そっか、ランク回復なんか、これは、はい。ちょっと、ここはお許し。SS がしっかり、回り出したら、もう死んではならないという。まあ、うんぽ出したらいいんですけど、ちょっと。まあ、めんどくさいんで、ちょっと許してください。でも、ランク回復なんで、意外と3000くらいは回復するのか。だから、ここで、一応、ダメを突っ込んで、はいはいはい。ダメを突っ込んで、まあ、一応は一応復活できるよって感じね。でも、一巡回すだけでもう、アーニャの SS 溜まってるんですけど、これ。やっば。地味にこれ生き返るな。死ぬけど。死ぬけど一応生き返る。で、こっから、死んだら、もう、死んだ扱いってことで、はい。一巡するだけでこんだけ SS 溜まるの、やっぱバウンドチャージ頭おかしいんだけど。なんか、新春のキャラ、ちゃんと殴れる強いキャラに、バウンドチャージつけたら、いや、だいたいバウンドチャージのキャラってみんな、接待キャラだからさ、艦隊組んだところでみたいなところあるけど、これ、新春、っていうか、ちゃんと殴れて動けるキャラが、新春になったら、いや、多分これ私やばい気がするんだけどな。新春もしかしたらそういう感じかもね。で、無敵化のこの2段階目は3ターン継続だから、ここで使うといいのか。ちょっと待って、あんまり私ちょっとこの辺の計算うまいことやって始めてないんだよな。多分ここでまだ耐える。はい。加速。どうこれ？これじゃダメなのか？これで次 4P。これだと、無敵化が、あ、まだ残るね。じゃあ、ここで、SS を使えばいいのか？あ、これが動いたら消えるのか。3ターン継続だから。じゃあ、こうで。はい。ここでまたみんなにかけ直さないといけないってことね。つまり、無敵化使ったキャラの、一つ前のキャラ、一つ前のキャラが、SS を使っていくっていう動き方で、多分、永続無敵回しが、多分できるんじゃないかな。そうすると。これ多分できたらプレデビューできた。いや、そしたら多分地雷とダメオのクエスト、アーニャ艦隊でよくねみたいな。即死単体で即死級のダメージ食らわないんだったら、なんかなんとかなりそうよね、これ。あとはバウンドチャージさえしっかりしてれば OK って感じか。だからここも、次がだから 3P で SS を使わないとダメってことでしょ。だからここで、はい。はい。ここでぐるっと回す。OK。で、3P のキャラがしっかりここから、無敵化を、おぉって、いや、ダメージ受けないの、やっばはい。いや、これちょっとスピードアップねえの、うんぬんかんぬんってだけど、これスピードアップついてたら、ダメ、これスピードアップついたら、実質ダメ音地雷も対応してるやべえキャラが爆誕してしまう。ここで無敵が、そうね、3P は切れるけど、残りのキャラがまた3ターン継続。次また 2P が使えば OK よ、みたいな感じか。そしたら、ぐるっと回して、はい。で、ちゃんとここで、殴って削りますよと。あとそうだ、これ、で、2P が SS 使う。2P が SS 使う。剣も取る。で、バウンドチャージ。OK。あ、でもこれ 3P がちょっと溜まり悪いな。そして、ここでまた 2P が SS を使ってみんなに無敵化を振りまく。あれこれやばくね？なんか、バウンドチャージたまらねえみたいな場面が、全然ないんですけど。あれ？しかもこれ回復するしね、無敵化持ってるくせに。いや、やっぱここはユースピアップだな。ユースピアップついてたら、やべえキャラ爆誕してた。何度も言うけど。で、これワープ出てくるけど、アーニャはワープ対応してるから、全然これ問題になります。横間で下がってきて、はい。で、次が 1P が無敵化を振りまくだね。
で、この弱点強化なんですけど、2段階目だと、2倍の倍率、ぶち込めるから、いや、これもこれでちょっとやばいね。これ縦勘でしっかりバルーンとみんなのバウンドチャージ振りまきつつ殴って削ってくる。いや、強っ！いや、全然いける！やっば！あれ、これやばいことやってんじゃねえの？あれ、無敵化こんな、今まで無敵化なんて、うん、まあ、そんな局所的な無敵化の場面なかなかねえかな、みたいな感じだったけど、これ割といけんじゃないの？で、自強化はこれ2段階目で 1.5 倍だったかな？だからそんなに、あれ意外、いや、やっぱ自強化、いやいや、弱点強化2倍、やばいってこれ。無敵化、これちょっとお遊びかと思いきや、意外となんとかなるのか？もしかして。横間で下がってみんなのバウンドチャージしっかり機能して削る。で、今 1P が使ってたから、次は 4P が、いや、これ普通にだから、次 4PSS 使うじゃないですか。で、その次 2P なんですけど、もう、溜まってるもんね。SS。あれ、全然いける。はい。で、殴って、まあみんなのバウンドチャージをとりあえず起動していきます。あれ、これやばくないか？なんかもうちょっと SS の回転率早めてもなんとかなりそうなんだけど。あ、そうだ、あとこれ、アルファ系で今回、今まではただのコラボアルファだったけど、今回は、映画と絡めたアルファってことで、この見た目、ほら、今回のスパイファミリーの映画って、なんか、何？場面というか、劇場の、ん？アニメのそのステージが、なんか雪をイメージしてる？雪国みたいなところでやるらしいんですよ。で、今回だからそれをイメージして、みんな雪っぽい格好をしてるんですけど、これってもしかしてアニメのイラストとかと絡めてんのかな？いや、それやってくると、いや、結構、なんか、エモそうというか、映画を、来週から始まるけど、見に行った時に、いやー、クライマーせーやべえよ、これ。で、これ倒して、はいはいはい、加速、加速。だから、映画をイメージしてるから、もしかしたら映画見に行った時に、あ、このセリフ、モンストで見たみたいな。あ、この格好、モンストで見たみたいな。なんか、真剣ゼミ的な感じで、ワンチャンできんじゃねえのかな、みたいな。それちょっと思ってんね。だからここを、で、無敵化がこれで次のターン切れるはずだから、みんなにバフを振りまくと。これ好き。無敵化で遊ぶの好き。ここで縦勘で殴ってて弱点2倍。フェンリーでも瞬殺。まあ、2倍ってことは実質全属性、あ、弱点キラー、M ついてるようなもんだもんね。はい、食らいません。だからここも、まあ、ここは普通か。1P はもうどうせ溜まるから、3P にバウンドチャージぶち込みたいね。ちょっとこれ強化、回復ボスしちゃうけど、まあ、これはしゃない。はい。そうなると、次が 1P で無敵か、2P が SS を使って無敵化を振りまくみたいな感じか。はい。これ縦勘、縦勘、縦勘、縦勘。いやーでもあれだな、通常時のアーニャはやっぱちょっと火力的に不安というか火力、ちょっと火力不足感あるね。やっぱこの辺は子供だわ。で、無敵、あ！やべ！タイミングミスった！これ 1P でタイミング掴むべきだった！いや、うわくそ、これ、やらかしたか！そうか、4P 使っちゃったから、本来今さっき使うべきだったんだ。やべ、ここで抜けられるか？さすがに無理よな。こっから生き返るルートないっすか？こっから生き残れる保険あります？いや、ないっすね。ちょっとこれお許しくださいだ。これちょっとお許しくださいやけ。ごめんなさい。私のターン調整マジでミスった。でもこれミスってなかったら多分いけたよね。きっと。はい。ここで立っ、いや、2倍やばで、覚醒します。うわ、これミスらなければマジでいけたぞ。うわー、これ失敗だ、これ。ここで、だからちゃんと、一手前のキャラがちゃんと使う。はい、だこれぐるっと回して、はいはいはい。で、ここでもう一回無敵化を振りまく。ここで無敵化を振り、あー、弱点強化が切れたタイミングで使うっていうのが、単数的には、なんかタイミング的には一ちゃんわかりやすいね。ここで使う。はい。もうこっからはだから一切妥協しなくていいでしょ。もう多分一巡以内には、これペースで、っていうかさっきアーニャ使ったけど、もう S1 段階目使えそうなんだけど。あれ、やっぱこのバウンドチャージ艦隊、いやーこれやっぱ、サポートとかじゃなくて、ちゃんと殴れる。いや、ヤクモとかにこれつけたらぶっ壊れよ。ヤクモの攻防アップ捨てて、バウンドチャージだったら、終わってんね、これ、もしかしたら。で、ここで、まあ普通に、ここでもパックかな？さっさとここで遅延かけて、まあサクサク進みましょう。はい。横勘で上がっていって、やっぱ加速ない
いのがちょっと気になるな。超原則のない開幕だけ、ちょっと火力が気になる感あるね。まあ、ここはさすがに、横間かな。はい。これ倒せるか？うわ、加速な、加速な加速ないから全然足りね。で、ここで、まあ、とりあえず、ここでまた無敵化をしっかりみんなに付与していかなきゃいけない。ミスったらやばい。ちょっと待って、これをだから 1P、2P には絶対当てる。はい。くそ、これうまいこと回したらマジでいけそうだったな。こう打って、こう打って、8の字ショットで上までいけ！よし、OK！で、これドクロ爆散、むしろこれドクロ爆散させた方が殴る敵減るから、こっちの方が利点よね。だからこれ横勘で、はい。横勘で、はい。はい。はい。さっさとこれ倒したいな、そうすると。で、2P が次回ってきたら、だからもうこれで、ね、3P で今無敵化振りまく、で、次一巡したら、2P が振りまくから、もう2周の間はこれ即死向こうがずっと維持できてるようなもんってことでしょ。はい、横勘で上がってって、はい、はい、はい。食らわね。ちょっとこれ、即死耐久、即死回避できるか、ちょっとこれ試してみていいですか？ちょっと早送りで、ちょっと即死いけるか、試してみるます。よし、で、全員無敵化しちゃうと、そしたら、即死なんて余裕で耐えれちゃうんで、一体だけ無敵化みたいな、この状態でどうなるのかっていうのをちょっと試してみるね。だから多分これもさ、まあ、今これ意図的だけど、これ、ほらこうなっちゃうわけよ。いや、これはちょっとやべえでしょ。やべえ、これ 4P に打ってね。これ倒しきれるかな。おおいや、剣があるとはいえ、いや、アーニャの削り、やばっ。よし、これしまったね。4P にこれ無敵化打ってないから、これ次回ってきたら死ぬぞ。しまった。だからこれしっかりみんなに無敵化を配ることを、敵を削るよりも優先しとかないと、で、これだから横勘でも上がってて2倍殴り。はい、はい。いけちまった。いや、これ私の、多分ね、ちゃんと無敵管理しっかりしてたら、余裕でこれいけたレベルだぞ。だって、あ、やべえ、無敵全然 SS 溜まってねえみたいな場面なかったもんね。やべえ、これちょっと可能性の塊。これでどっか、楽々攻略できるみたいなとこは多分ないと思うけど。いや、これは多分面白攻略として、将来どっかでできる可能性あるね。まあ、そんな感じで、ちょっとアーニャ結構面白かったわ。